はい、引き続きパーソナルブレイクで、次はメンさんからですね。はい、シリーズ2ですね。よろしくお願いします。いや、本格的にお腹空いてきましたあと2件パーソナルで、あの1週間ぐらいですね。まあ5営業日ぐらいでしたら、あの同梱可能ですんで、止め置いておきます。これも24パックなくてもいいと思うんですけどね。どうなんでしょうね。まあ24パック式があって、マスターワークは4ですよね。他の商品ってあともうアーカイブシグとかの1パックもんですもんね。うん、24、4、1、中間ぐらいのがあってもいいと思いますけどね。8パックとか6パックとかあってもいいんじゃないかなって気はします。はい、よいしょ。はい、今日終わりました。結構いい運動になるんですよね。今日お腹がすごいすきました。はい、じゃあ行きます。はい、まずはこれ99かな。はい、99ね、36対1覚えました。この赤色が199。これも箱1ぐらい、ね、あ、ちょうどひっくり返ってるのが最後でした。はい、バッチ系ベッチですね。ああ、なんだ、こういう写真あるんじゃん。ウェッジもねえ、あのチュン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 やってるとこぐらいかな。ちゃんと撮ってるじゃん。しかもベテランの着てるじゃん、ジャケットねえ。もうすごいっすね。船尾くんより傷んでますよ。ほら、もう何年使ってんだろうX ウィングファイターっすね、もちろんね。はい、あ、こういう写真撮ってたんですね、ちゃんとね。あ、これのサイン欲しいですね。マスターアークとか入るのかなね。はい、いいですね、ファンの方。ウィッチは、はい。で、もうワンヒット、お、カイロレンのインサート99、かっこいいですね。あと、あ、サインカードって言おうと思ったらサインカード来ました。はい、誰でしょうか。せーあ、誰だ、初めて見た。ブーリオ、アイダン・クックさん。ブーリオ、あー、はいはい、ブーリオってんだ、このキャラ。はい、なんか悠々白書に出てきそうなキャラですね。サインはとても丁寧ね。はい、うん、なるほど。はい、まあ初オートかな。いや、だよね、見たことないもん。
見たことないですもん。はい、一応半分行く前に、ワッペンとサインが出ちゃいました。あ、半分行ったのか。あと残りはシリアル。スケッチも一緒に出るって3ヒットパターンってあるのかな。99ですね。はい、199。やっぱりね、出ますね。赤が3枚ぐらい来るんだな。いや、これにサインね。だからアーカイブ集で。ね、パープル。アカペラでパズルとなります。はい、ってことでサインは初めて見ました。富樫ですね。幽遊 白書なんか出てきそうです。で、こっちウェッジのバッチリですね、これね。ウェッジさんのこうないですよね、メタルって。いや、いい感じにね、落としを取りましたね。はい、かっこいいです。あとはシリアルがいっぱい出ましたね。199が結局3枚、やっぱり出ました。それと99の赤インサート。で、99が2枚出てます。はい、ってことで、背面さんありがとうございました。またチャレンジしてください。はい、ありがとうございました。